病理学病理学とは、病気の原因、発生基準の解明や、病気の診断を確定するのを目的とする医学の一分野である。細胞、組織、臓器の標本を、肉眼や顕微鏡などを用いて検査し、それらが病気に侵された時にどういった変化を示すかについて研究する学問である。歯科分野においては、高校病理学という分野で存在し、 歯学部に設置されている。パソロジーという言葉は古代ギリシャ語の π α タとラムダガ,ガンマという言葉に由来する。基礎源流である病理解剖学から始まり、顕微鏡レベルの病理組織学が発展した。現在では遺伝子レベルの分子生物学分野での応用がなされている。現代人でなくミイラや遺跡から出土した人骨やクソ石 寄生中乱などを分析して古代人の病気や怪我について研究する学問を古病理学と呼ぶ。病理診断は病院においては基礎と臨床を結びつけている部門である。採取した細胞、組織の検査を行う細胞診、性検組織に手術中に良性、悪性などの診断が必要な場合に検査を行う術中病理診断。 手術で摘出された標本を用いる手術標本病理、診断、亡くなった患者の死因や病院を調べるための病理解剖などを行っている。標本を HE 染色や特殊染色、免疫染色などで染色した後に、光学顕微鏡で調べる手法が主である。病理検査とも呼ばれるが、病変の診断であり、また医師が実施する。 医行為であることを強調する意味で、病理診断という呼称が使われる。病理学は急速に進化を遂げてきており、研究で得られた成果が病気の診断や治療にも大いに反映されている。病理医の多くは、病理専門医として、病理診断に従事しており、患者の病変診断や治療方針決定に貢献している。日本では医療法改正があり、2008年4月から、 病理診断科が標榜診療科となった。また2008年4月の診療報酬改定に伴い医療費の領収書に病理診断の項が追加された。これらの改革は病理学の進化を反映したものであり、病理診断の意向意としての役割を期待されているものと考えることができる。炭、尿、分泌物などに含まれる細胞の検査を行う。検査対象は 個々の細胞であり、標本に含まれる細胞の異程度や、文化度などの特徴を調べる。患者の負担は、比較的軽い検査であり、病気のスクリーニングに用いられる。細い針で戦死して注射器で検体を吸引する場合や、内視鏡を用いて病変部を採取する場合もある。パパニコロを分類や陰性、陽性で判定がなされる。病変の存在推定など、 補助診断が可能であるため、重要な検査方法の一つとなっている。生体組織診断は、病変検出のためのスクリーニングや病変部の質的診断を目的に、身体組織の一部を採取し病理診断を行う、ことである。バイオプシーとも呼ばれる。切除された臓器の検査の場合は、手術組織病理診断と呼び、生検とは区別される。病変部が小さい場合は生検によって、 病変全体が採取されることもある。細胞診断と異なり、生検では組織構築もより詳しく観察できるので、細胞診結果を補完するために生検が行われることがある。従来の方法では、標本作成等に時間がかかり病理検査結果が出るまで数日から数週間が必要であったが、生検当日、または翌日までに結果を出すための新しい方法が、 模索されている。迅速病理診断とも呼ばれる。手術中に病名の診断が必要になった場合や、進行具合の検査が必要な場合には、手術中に組織を採取して、病理部門にて検査を行い、腫瘍の切除範囲は十分であるか、腫瘍の性質は、良性悪性どちらであるか等の術式決定に関わる情報を提示する。細胞診を除く多くの病理検査は、 検体のタンパク質をホルマリンで固定した後に組織の水分をパラフィンに置き換えたものを作って薄切り、染色するという工程をとるので、どうしてもある程度の時間が必要であるが、それでは手術が終わるのに間に合わないので、代わりに検体を液体窒素などで凍結させたものを薄切りすることによって標本を作成する。この方法だと短時間で必要な情報が得られはするものの、 凍結時に細胞が破壊される等の理由により、顕微鏡標本の出来はどうしてもパラフィン法を埋したものよりを取るので、通常の組織診断がこの方法にとって変わられることはない。手術で摘出した臓器や組織から標本を作成して、治療方針の決定のために、病気の診断の確定、進行度などを調べる。亡くなった患者を解剖し臓器を観察する。死亡時に施行される。 病理学的な検索のこと、冒険の一種。必要に応じて、所蔵機から組織を採取し作成した標本を顕微鏡で観察する。病理解剖は、施行した治療の有効性の確認や臨床経過中に生じた疑問の解明を目的に、遺族の同意のもとに行われる。解剖ゆえ、得られるのは、携帯的な情報のみであり、必ずしも病院が明らかになるわけではないが、 生前には分からなかった情報が得られたり、臨床上の疑問点が解明されたりする場合も多い。ありがとうございます。